貴様一体何者だ。その紋章、最難関とされる試験に合格した者だけがつけられるもの。史上最年少の特級中士、龍魔王神。僕の料理を選ぼうとするな。心からうまいと思った方を選べ。それが僕の料理だ。魔王、旅から帰ってすっかりたくましくなったな。私も魔王ともっと釣り合えるような女の子になるためにいろいろ頑張らなきゃ。よし、いっちょやっとるか。簡単簡単、野菜炒めなんて誰でもできるってね。面白い。俺は三聖章の面天使シェル。今年うまいにかけちゃこの大陸一を自負する変わり者よ。俺のこの七星刀は万物を瞬断する。北辰天王寺羅漢水晶山。あいつの料理は人を引きつけてやまない。それはきっとあいつのなすこと全部本気の魂で作っているからだ。私は裏料理界一条星のシャン。血塗られた貴様の両手は常しえに洗い清められることはないのだ。久々だな、魔王。貴様を倒し這いつくばらせることこそ俺の輝かしい夢の出発点なのだ。間違いねえ、ありゃ裏の野郎だ。裏料理界がついにこの甲州まで伸びてきたってわけだ。料理で人を支配する、それが裏料理界の秘められた野望だ。彼らは門外不出の裏技を継承する中士を育てるため数百年にわたり荒行を強いてきたという。母さんの料理はいつも万民の幸福を願い、張裕さんは幸せを作る技術を叩き込んでくれた。今の僕の力がどれだけ通用するかわからない。でも僕は一度級中士として裏料理界と戦う。伝説の中部は8つ。この広大な中国大陸の8つの地方に伝説の八中部は散らばり、中国料理界を守護すると言われておるのじゃ。八中部が裏料理界の手に渡り、その力を悪用された時、中国料理界のみならず広く万民に被害は及ぶであろう。マオ、シェル、レオン、そしてシロ、4人の力を一つに合わせ成し遂げてくれ。では候補校老林館宴席料理決戦を始める。さあ出場中止を決めよ。俺の他に誰がいる。大陸随一の面天使、この闘魂のシェルが相手するぜ。俺は誓ったのだ、二度と同じ過ちは繰り返さんとな。何時間待とうと長江の果てに砕け散るのは貴様であることに変わりはない。明日こそは長年の俺の夢成し遂げてみせる。僕もこの紋章を背負う以上は言っておく。この勝負は夢の出発点なんかじゃない。この長江四千里の終着点上海がお前の腐れた夢の終着点だ。昭和